画でホームページ載りますんで、ぜひ石原のホームページ見てやってください。はい、こんばんは。こんばんは。平成20年度の浜田山のぶてる会、総会をこれより、開催させていただきます。今年は本当に都議会議員選挙もありますし、先生の本当衆議院の解散もあると思います。皆さん力を合わせて盛り立てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。おかげさまで今ここで、総会も無事に終わりました。今年も皆さんと一緒に、進めさせて頑張っていきたいと会話に思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご紹介いただきました木梨盛義でございます。日頃何かと浜田山の町の有志の皆様方には大変、お世話になっております。大変、この自由民主党にとって、この流れ、政治の流れは厳しい状況でありますけれども、しかし私自身石原伸晃大議士のですね、ご推挙を前面に出しながら、これからタイアップしながら、この戦いをですね、戦い抜かさせていただければなと思っております。これまで自由民主党を支持してくださっていた方々が、先生の話はよく分かった、先生の話を聞いて、非常に光が光明を持つ思いだ、しかし、町で自民党よろしくお願いしますと、なかなか言えるような状態じゃないよという、厳しいご意見を昨日もいただきました。私たちのすぐ善福寺の方を、今大泉の方から外環道を掘ることになっております。これはもう環境に配慮いたしまして、大震度で掘ります。私たちのこの町に入ってきております、環八環七に入ってきている車はですね、9割方入ってこなくなりますんで、私たちの生活環境っていうものも大変改善される、その他諸々のポリシーミックスというんでしょうか、政策を総動員してここを乗り切っていかなければならない。自民党の中で、誰をその総裁の候補に選んだらいいかという通院が出てました。石原先生はもう3番手なんですけども、舛添さんとは全く同じような数字なんですね。そういうふうに大勢の人たちが期待してると私はもうそう思ってます。大変だろうと思いますけど、これから先も日本国のために、先生一つよろしくどうぞ、頑張ってください。